修士会は、中華民国空軍の軍人、AS パイロット。河北省、県出身、中央航空学校駆逐課卒業。公式の装撃追数は5機、1機を逮捕。聖天白日勲章受章。中国空軍発の P-40 エースとして知られる。地元の名士の家庭に生まれる。祖父は、真の役人。父は、北洋政府で司法官を務めていた。 1935年、16歳で、中央高校に入学。卒業後、州は、観光の空軍第四大隊に配属されたが、日中戦争の激化に伴い間もなく観光を追われ、四川省の劉州、京林を拠点として、戦闘を行うことになる。初の戦果としては、1939年12月22日、劉州において、 超よりかの体として18機の日本軍の総発重爆撃機と遭遇、内一機を来賓という地名の上空で撃墜したことに始まる。この時の蒸気は I-15 だった。その後1940年6月の間には爆撃機の変態相手に幾度となく空中戦を挑んでいる。その時彼の蒸気のカーチスホークさんには、機銃弾99発、機関砲弾1発、 合計100発もの弾痕があり、周囲を驚かせたという。1942年、さすがに、それでは、性能不足ということで、インドのカラチで p 4 2交換。その後、西北省上下,下上空にて百式、司さだを林長下と共同撃墜。共同という形ながら、これは中華民国空軍における P-40 の初戦下となった。また、 1943年5月13日には33戦隊中隊長、大坪康人隊尉上期の早草を撃墜している。またそれ以外としては、戦車隊や自動車隊への対地攻撃も数多く行っている。州が多大な戦果を上げたのは、江南殲滅作戦の頃、第4大隊23中隊の中隊長を担当していた時だった。彼の所属していた、 両山飛行場は、米陸軍航空隊と中華民国空軍が共同使用していたが、1943年6月6日、朝、中央からの越見のため、同基地の所属機を滑走路に整列させていた。百式、司定ささだからの報告でこれを知った日本陸軍は、すぐさま90戦隊の第2中隊、第3中隊及び護衛のハヤブサによる、この一隊の爆撃を計画した。 同日正午、義将の日本軍陣地を P-43 で偵察していた州は、機影がないことに異変を感じ、すぐさま両山飛行場に帰島、そこでこの不明機発揮接近の法を受けた。当時基地には3人のカットフスパイロットが待機していたが、基地側は、ロッキードハド尊重計と勘違いし、空襲警報を出していなかった。州はそこにあった。 米陸軍所属の1機の P-42 交換して飛び立った。その時、99式総計の変態発揮がカットフパイロットたちからも目視で確認できるほどにまで接近していた。しかしほぼ緊急発進に近い状態だったため、変態の護衛につくはずだったハヤブサは遅れており、防御は手薄の状態だった。すぐさま攻撃体制に入った州は、まず二番機を撃墜。 続いて、変態長期に損傷を加え、さらに3番機を攻撃。しかしいくら攻撃しても墜落しなかったため、州は機体に接近し、操縦席の盾の軍装に投降を呼びかけることにした。しかし逃げられないと悟った盾の軍装は、体当たり攻撃を試みようと州の P-40、目かけて突進してきた。その攻撃を、ま一発で回避した州は、 そのまま3番機を撃墜。実に対空時間20分、その距離 200km に及ぶ大撃戦であった。皮肉なことに、この第2中隊の攻撃目標は、両山飛行場ではなく、音声だった。そのため、両山飛行場は、無傷の第3中隊、及び25.33戦隊のハヤブサによる爆撃で壊滅的打撃を受けた。しかし、この 両山の役における彼の優先は、今でも台湾空軍の間で語り継がれている。また、この、二期撃墜、一期大派の戦果は、国民党軍総司令官の蒋介石にも届いており、7月20日には、彼自ら両山に専用機で赴き、週に、その勇敢な精神と戦果を称えて御聖保史上、少々及び、中華民国軍人において二番目に名誉ある、勲章である。 聖天白日勲章を授与した。中国空軍のエースは全員で13人だが、その中で、聖天白日勲章を受賞したのは、州と交友心だけである。対戦も中間に差し掛かり、日本の戦局に行き詰まりが見え始めると、中国の空から日本軍機は少しずつ消えていった。すると、中国軍のパイロットたちの間には、ある程度の心の余裕が見え始めていた。 周もその例外ではなかったが、彼にはその油断が命取りとなってしまった。その年の12月14日夕方、周次会は P-40N を操縦し、彼同様中国空軍のエースパイロットであった、高有心と共に、湖北省周辺の敵情を偵察していた。しかし、敵の姿は見えず、また日没も近いため、周はバンクを行い、高に先の帰闘を命じた。 その直後、日本陸軍航空隊の85戦隊第一、中隊所属の正機5機に遭遇。州は応戦するも虚しく、後方から細藤中域地震の放った12.7ミリ、機銃3発が、州機の燃料タンクを貫通、州機は火を吹くことなくそのまま墜落し、徴用権流タンツボ付近の山中に激突、州もほぼ即死した。付近の住民が発見した時、 雪に半分めり込んでいた状態の機体はエンジン及び、主翼は大破、操縦席付近の損傷は少なかったものの、周の遺体は顎から上が吹き飛んでいた山上だったという。遺体は彼らによって回収された後、3日かけて作られた棺に入れられた後、さらに3日かけて人力で山のふもとにある最寄りの船着き場、三途壺まで下ろされた。 そこで厳粛な葬儀が行われた後、船で軍に引き渡された。なお、戦死時の階級は昇降だったが、翌年の44年8月15日付で、中高へと特進した。州の戦死後、彼の母の終戦吉しは、その見舞金を空軍の教育事業に寄付、さらに13歳の罰手を空軍学校に入学させるなど、中国空軍の発展に支援を惜しまなかったことから、 空軍の母と呼ばれた。遠伸、独聖天白日君少女、伊佐尾人員名探中国文化大学データベース、中華百科全職軍営列、国民政府広報誘示五590号、政府広報詩人号、2017年10月8日閲覧、中国評論新聞も台湾総や、台南軍県村抗日列史歴史2010年9月10日、ありがとうございます。